はい、こんにちは、千代です。お久しぶりです。一件いただき物があって、ずっと開けるのを楽しみにしたんですけど、すごい厳重なんです。まだ開けてないんです。今開けるのです。なんだろう、今ね、今何月？ 9 月終わったんだよね。10月か。後半。今日はこの辺の地区は運動会だったらしくて、さっき店、副業行った後に店昼過ぎになっちゃったんだよね、今日。来たんですけど、小学校がすぐそばにあるんで、なんか運動会の曲が流れてました。よいしょ、ちょっとハサミ、なんだろうこれ、すごい楽しみだったんだよね。壊れ物ですっていっぱい書いてあって、精密機器ですって書いてあるんだけど、品物は雑貨って書いてあったんだよね。あ、なんかいろいろ入ってますね。あ、かわいい。これマステだ。ちょっともうちょい上上げますね。ごめんなさい、何が入ってるか分かんなかったんで、高さ調整をしてなかったんで。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、上げました。マステ。セリアさん系かな？キラキラ。マスキングシンプルパターン。あ、国旗だ。国旗と、国旗。あ、これは違う。種類が一緒なんだ。けど、いろんなのがあるんだ。国旗柄と、この交通、なんていうんだ、標識のやつ。これ、次男が喜ぶな。と、元素記号とかあるみたい。それのうちの国旗と交通標識だ。面白い。これ面白い。すごい。ありがとうございます。あ、もう一個あった。あ、これこれ地図記号だ。面白い。交通標識と国旗と元素記号と地図記号があるうちの、これはね、もらって、これ私多分使えないなと思って、多分それ以外入れていた。あ、面白い、これ。市役所、裁判所、警察庁、消防署、小中学校、病院、郵便局、広葉樹林とか、なんか地図標識。面白い。へぇー。セリアさんかしらね。これはね、なんかシンプルパターン柄のピンク。可愛いです。こんな感じですね。ちぎりやすい柔らかさ。貼って剥がしやすい。ほう。で、これがね、アクアリウムですね。すごい、サメ。大きい。柄の種類はこんな感じ。イルカさんとかサンゴ、カメさんとかいる。可愛い。ほら。で、これだけ厚みがあります。アクアリウム。ありがとうございます。かわいい。面白い原則用ですね。地図記号と交通標識。よいしょ。あ、なんだこれ。すごい。一面に、画面一面に、黒猫ちゃん、赤いリボンとか黄色いリボンつけ、あと音符か。すごい量なんだけど。大きいの中ぐらいのちっちゃいのとあって、ハートとかもある。あ、で、間に音符がある感じですね。おー、これは、心置きなく使えるダイソーです。すごい。初めて見た。で、こちらがですね、スイーツですね、それの。すごい量だな。
これで100円なの。でもしかもスイーツの方、金のちょっとキラキラしてるところが全部あの金色の、これおしゃれだな。これ100円なの。この細、このホール半分ぐらいでセリアさんとかに100円で売ってんけど、これダイソーさんですね。すごい量で、一個一個の出来がすごいいいですね。金色も入ってキラキラする、なんて言ったらいいかな、よくわかんないけど。でこれあのなんつうの、お菓子の下に引くレースみたいなのもあって、その上にこのドーナツ置いたりとかできるみたいな。なんかね、一つ一つの出来がすごいですね。それでこの量、スプーンもある、かわいい。マカロンがねすごいかわいいの。かわいいティーカップとかもある。すごいなこの量。はい、今画面いっぱいいっぱいになってるんですけど、こんな大きいです。これが、こちらが普通のシールサイズだと思っていただければ、あのはい、倍ですね、約。これ初めて見たんですけど、これ100均さん？布にも貼れるみたいな感じなんだけど、アイロンで重ね張りもできる。転写かな？転写だ。アイロンで重ね張りもできるシールですね。普通に多分転写もできると、アイロン使わなくても転写なんで。ダメかな、熱がなきゃダメなのかな。あ、アイロンって書いてあるな。重ねする場合もアイロンって書いてあるな。かわいい。布とかに、これサクチンの保育園のに使いたいぞ黒とブルーとピンクです。かわいいんです、文字が。なんかちょっと手書きっぽくて、ありがとうございます。これだからあの転写、熱転写だからあれですよね、なんか書いた風な感じになるって感じですね。余白はない。ちょっとどこかは書いてないんですけど、かわいいっす、ありがとうございます。でこれはセール、あ、シールセレクション。なんかおしゃれな感じ。お花。これ、ここが開いてるってことは、裏は、両面じゃないの。デザインシール、ブローチ。あ、ブローチか。ほうほうほう。背景に持ってきてもいいし、これ一枚でもいける感じですね。綺麗なんですよ、とりあえず。ゴールドがキラ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 、セリアさんかなって感じですね。何これ、めっちゃおしゃれ。ダイソーだよ、初めて見た。プクプクシール、ハート、ゼブラ、ヒョウ、なんかすごい、なんか小学生の女の子がちょっと好きそうな感じのシールですね。ダイソーさんです。これ初めて見ましたね。ちょっとヒョウ柄いいな。ピンクヒョウ柄いいな。この辺いいな。あ、これね、私ね、これ、どこだっけ？セリアだ。これセリア。私これね、種類あんだよ。確か。あのね、黒もあった。黒っていうか、こう、モノトーンもあって。で、これ、ここずっとチェーンなんですよ、長い。でこれ使えるよなって思って、これ垂れ下がってるやつもあって、これね、私手に持ってカゴに入れたよ。ジュエルブラックホワイトなんですけど、これね、ピンクとか確か紫とかいろんな色あったので、私買おうと思ったんだけど、まあ散々迷って保留にして置いてきたやつだ。セリアです。セリア。そうそうそう。他の色もありました。嬉しい。ありがとうございます。ここのね、そう、このチェーンなんですよ。これ全部が。だから絶対何回ちょっと使えるなと思ったのよ。こういうところとか。あと垂れ下がってるやつとか。これはね、私そう、買おうか迷って、ちょっとその日買うものが多くて確かやめたんだよね。
はい、ありがとうございます。これね、他にもあります、色。うん、これね、ちょっとおすすめですね。私は散々カゴに持ち歩くてか入れようとして全3、4種類持ってたんだよね。で、結果ちょっと保留にして帰ってきてしまった。あ、これはあのステンドグラスですね。花と蝶です。あ、鳥です。綺麗です。多分セリアさんですね。あら、クリア素材、裏側綺麗、ジュエルシールクリスタルですね。で、これちょっとあの膨らんでます。ぷっくりしてる感じで、こんな、この辺初めて見ます。なんかあの宝石が入って説明が下に書いてある感じ。箱、こういうの好き、ミニチュア系。あとここなんか瓶に宝石が入ってるの、かわいいです。で、普通のもあります。瓶に入ってるのもあるし、クリスタル、綺麗。これぷっくり系です、シール。あ、ありがとうございます。これそうだよ、私そう悩んだか、もしか1個買ったかな、一体もう買わなかった気がするんだよね。これ覚えてる、最近です、最近出たやつです。はい、はみ出したネイルカラーの除去や雨が処理に便利、ネイルケア用ウッドスティックミニ、ありがとうございます。レジンで使っていいんですかね。レジンでなんかいろいろ使えそうな感じの、先っぽがとんがってはないんですよ。はい、ネイルやる方はわかるかと思われます。はい、私はちょっと今爪がボロボロで、これ保護剤ついてるんですいませんね。ありがとうございます。おー、このシールすごいな。ダイソーさんのはまず量がすごくて出来がいい、すごいいい。黒猫ちゃんとフルーツ、セリアさんのちょっと気になってたやつが、まさかの。あ、ちょっとお手紙は後で読みます。先に読んだ方がよかったかな。多分途中作品があります。作品なんだろう、なんだろう、なんだろう。じゃーん、これ前にもいただいこれね、なんかいろいろ使えるやつだよね、確か。便利なやつ。私ね、これ家であれに使ってたの、あのコップ、ちょっと飾り物で水滴が落ちるようなやつを置いたりとか、まあ、コースターじゃないんだけど、そんな感じで使わさせていただいたりとかしてます。ありがとうございます。これね、引っ掛けるの台所で確か使えるんですよ。でもそのやり方、確かね、お掃除系かな、なんかで使えるやり方があるんですけど、それにするのちょっともったいなくて、私お掃除で使わないで、そう、確かコースターじゃないんだけど、コースター系で使わせてもらってます。可愛いハートかな、ありがとうございます。また色が可愛いですね作品です。私編み物できないんで、すいません、嬉しいです。こちらが何でしょう。あ、乾燥剤が入っているから、ちょっと丁寧、怖いな、たくさん壊れ物って書いてあるから。あ、やっぱりドライフラワーだ。すごい、手作りかな。かわいい、ハロウィンのシール貼っていただいて。すごい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 。手作りかもしれない。わー、綺麗に色ついてる。ピンク、紫、黄色。かすごい綺麗です。
量がすごいな。あ、すごい綺麗。すごい綺麗。これさ、切って使う花なんだけどさ、これこのまま使いたいんだけど、こうやって。すごい綺麗。ありがとうございます。ちょっとこれ戻せなくなっ、あ、でも乾燥剤の中に入って入れればいいのか。ちょっとふんわりやって、乾燥剤が入ってるので、乾燥剤にそのまま入れます。ちょっと潰さないように気をつけます。これは手作りかな。あ、これは葉っぱだ。葉っぱのドライフラワーではないな。なんでドライリーフっていうのかな。おー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 おお。これレジンにそのまま封入できるだろうな。もう完全に乾いちゃってます。多分シリカゲルがついてるから、ドライ、なんていうの、リーフですかね。葉っぱも、あ、これね、葉っぱとか、この大きさはね、これね、エポキシで使いたいっす。ありがとうございます。すいません。手作りかも。そう、エポキシでね、ドライフラワーをやるときは、ちょっと結構大きめの、そう、葉っぱとかお花を使いたくて。よいしょ。こちらも。乾燥剤が入ってるということはドライフラワーかな。このさ、ついてるハロウィンのさ、これ可愛いんだけど、シールハロウィンなの。よいしょ。あ、ちょっと素敵なのがチラ見できたわ今。バラ？美女と野獣の世界、ミニバラ。うわー、これはちょっと繊細だわ。素敵。ミニバラのドライフラワー。もう完全に美女と野獣の世界。私、美女と野獣見たことないんですけど、はい、すごい、これ 手作り。バラのトゲはないんですけど、ミニバラです。かっこいい、かっこいいっす。あ、これさ、綺麗に入れてエポキシでかっこよくしたいわ。これこのバラのこの花びらを潰したくないから、まあ、UV でもいけると思うんだけど、結構量使うから、これをレジンで覆うっていうのは多分エポキシで使うかもしれないです。うわー、ありがとうございます。嬉しいです。ミニバラです。ちょっとこれ、本当に壊れ物ですね。ちょっとこれ、怖いわ。ふんわり戻そう。よし。あとすいません。手袋、ニトリルの手袋。あ、ありがとうございます。嬉しいです。白いやつ。ありがとうございます。大事に使わさせていただきます。また私の嫌な季節が来たんです。ここをやられる。多分ね、こっから手がね、ボロボロになっていくですよ。あ、ドライフラワーさんが入ってました。あ、これは、セリアさんかな。
ありがとうございます。ドライフラワーをねまた使いたいね。やりたいやりたい。あ、わ、マットだ。あれ、こっちソフトコートの。ありがとうございます。ノンワイプのマットと、こちらもマットでいいのかな。ありがとうございます。私マット加工好きなんで嬉しいです。セリアさんの、これちょっともう出しときます。使いたいんでこのまま出しておきます。で、最後に作品ですね。作品の紹介ですね。うまく映せるかな。こちらが、オルゴナイト。UV かな ?2 液かエポキシか。わからないです。結構大きめですね。オルゴナイト。かっこいいんですよね。私、オルゴナイトはね、自分でまだね、チャレンジしたことないんですよ。調べたことはあるんです。作ろうかなと思って、その中に入れるものとかね、あるんですけど、まず、当時ね、まだ、エポキシは私はやったことがなくて、実際まだやってないです。これちょっと意味が結構あって、一回確かめなきゃいけないんだよな、確か。置いて、手を私がこうやってかざして、熱がここに伝われば OK っていう、オルゴナイトってそういうのがあるんですけど、多分ね、これ逆なんだよね。こっち向きなんだよな。だからね、私は触っちゃダメなんだよね。あ、でもあったかい感じがちょっと、なんか私の手の肌のあったかさかな。前に何個か私オルゴナイト作品でいただいてて結構ピラミッド型とか招き猫型とかいただいてるんですけど、こうやって手をね近づけると少しここにねあったかさが出るんですよ。伝わるんですよ。そうするとオルゴナイト成功っていうやつがあって、すごいすごい、なんかね、でもね、不思議な感じなんだよね。私はちょっと結構苦手分野なんだけど、見るのは好き見るのはめちゃめちゃ好き。この世界観はね、すごい。すごいよね。ありがとうございます。素敵な作品を。まだあるんです。はい。これ私の C でいいのかしら。嬉しい。嬉しいで、あ、勝手に決めちゃった。勝手に私の千代の C でいいのかしら。ありがとうございます。結構分厚いですね、これ。分厚い。綺麗に砂ですよね、一番下。砂で、海で。多分研磨も角取りしていただいてて、すごい丁寧に作っていただいてます。どこも角も痛くないんです、全く。ありがとうございます。私の C でいいのかな、勝手に決めちゃってますけど、すごい厚みです。でもね、すごい綺麗に研磨していただいてるんでね、触り心地がすごいいいんですよ。なんか人柄が出てる感じ。こっちもそうなんですけど、どこも痛くない。素敵。ちょっとカメラ近づけますね。作品なんで。あ、遠ざかっちゃった。はい。あ、これ私前作った懐かしい、この落ち葉のシリコン。かわいい。モスかな、なんだろう、モスではないの。グリーンの、何色でやってるんだろう、これ。着色かな。かわいい。これも全部角取りしていますね。研磨されてますね。ここの内側もちゃんとちょっと削れてます。すごい一個一個丁寧に作られてて、すごい皮、持った感じがね、なんかすごい優しい感じ。あ、かわいいこれシリコンかな、ハサミだ。
私前にねちょっと美容師さんの方にね作る時にねハサミのシリコンって一回調べたことがあるんですよ。なかったですけど、当時は結構前の話なんですよ。でダイソーさんに売っているハサミのチャームがあったんですよね、アンティークのやつで。だから他のものを作ってそのアンティークのハサミをちょっとつけました、チャームを。ハサミのシリコンなんてあるんだ。そう、美容師さんの方だったんですよ。かわいいです。ほら、ツヤツヤ。あ、これで最後ですね。アンドだ。アンドってさ、私さ、なんかこうやって書く人とこうやって書く人がいるんだってね。どっちだっけ、本当はっていうか、なんか昔言われてどっちでもいいらしいんだけど、あ、なんか国によって違うのかな。今パソコンのキーボード見てる。そう、パソコンのキーボードだとこっちなのよ。でも多分この作品はこっち向きなんだよね。そうで、これね、両方説があるんですよ。両方別に OK なんですよ、アンドって。で、AND って書く場合もあるんですけど、皆さんどっち書きます？これね、結構人によって違いますよ。はい。まあいいや。アンド。なんか美味しそうですね、これ。これめっちゃ美味しそうなんですけど。ただね、全部がね、角取りされてて、ほんと一個一個すごい丁寧に作られてて。この C なんかすごい厚みですもん。これはでも UV っぽいですね。これがちょっとエポキシか UV かわかんないですけど、すごい素敵な作品もありがとうございます。綺麗でしょ。そうだから皆さん、オルゴナイト作った時に最後完成した後に、そうそう、必ず手のひらをこうやって、今ね、これ近づけるとちょっとあったかいんですよ。不思議なんです、ここがね、あったかくなるんですよ。上の方、上に向けた方、底の面じゃなくて上に向けた方をにこうやって手のひらを近づけると、今ほんわかここがあったかいんです。そうするとオルゴナイトは成功っていう感じです。はい、すごい。私オルゴナイトいっぱい持ってる。自分で作ったのはないけど、店にパワーを集めようかと思ってあるんで、全部飾ってあるんですよ、お店に、レジの周りに。ちょっとこれに付け加えて置かさせていただきます。ありがとうございます。パワーもらいます、パワー。はい、でこの C は勝手に自分の千代の C だと思わせいいのかしら。でもちょっとクラフトコーナー寂しいんでね、ちょっとディスプレイにも使いたいなって思います。はい、お手紙ちょっとごめんなさい、まだ読んでないんで、これから読まさせていただきます。いろいろ面白いもの、貴重なもの、また参考になると思うので、皆さん参考にしてください。さっきの地図記号と国旗受けました。地図記号マジ受けました。道路標識も面白かったんですけど、私的に地図記号すごい受けました。はい、これは面白い。あと他にもね、すごい可愛いのたくさん。あとセリアのシールちょっとびっくりしましたね。私はこの間さんの悩みに悩んだ挙句のシールがまさかの、あ、ごめんなさい、ちょっと入ってたっていうね。で、すいません、ミニバラの素晴らしいドライフラワーまで。冬ちょっとドライフラワー作ってみようかなと思ってるんですけど、ちょっとこの後立て付けにもしかしたらハロウィンが続くと思います。ハロウィンがね、もうちょっと作っちゃわないと、ハロウィン終わっちゃうんで、ちょっとハロウィンもの作りたいなと思っています。ということで、見ていただいてありがとうございます。また素敵なものをたくさん、ありがとうございます。じゃあねー、バイバーイ。ちょっと熱もらおう。あ、ダメ、今わかんない。ね、わかるときとわかんないときあるんだよね。あ、今ちょっとちょっとだけ今あったかかった。一番最初やったときすんごいあったかかったけどね、今ダメだ。本当はね、これ左手持っちゃいけないんですよね。そうすると持っちゃうと自分のこっちの手のあったかさが伝わっちゃうんで、すごいね、本当にね、そこのところだけね、ほわーってあったかくなるんですよ。オルゴナイト。かっこ
っこいい。いつか私も作れるように頑張ります。はい、まだ自分で作ったことないので。ありがとうございます。